五番街から十四丁目を西に眺める。十四丁目は、ニューヨーク市マンハッタンを東西に横断する、ストリートと呼ばれる通りの一つ。マンハッタン内で、ストリートでありながら、それより、規模の大きいとされる、アベニューに匹敵する規模の通りで、多くの事業拠点が集積している。かつてこの界隈は高級住宅地であったが、マンハッタンの市街地が期待広がるにつれ次第に、 この地区の魅力とステータスは失われていった。この通りは、ブロードウェイとの交差点にある、ユニオンスクエアの南端を形成しており、グリニッジビレッジとイーストビレッジの北限、チェルシー、フラットアイアン地区、グラマシーの南限を担っている。また、マンハッタンの地理的にもこの通りは重要な意味を持っていて、この通りを境に、異北の道路は完璧な格子状をしているが、 南に行くにつれ次第に完全な格子場は崩れていき、ローアーマンハッタニア、グリニッジビレッジまで行くと格子場をした道路は完全に消滅し、不規則で入り組んだ道路を形成している。14丁目、ユニオンスクエア駅ニューヨーク市地下鉄の路線のうち14丁目の地下を交差するすべての路線に駅がある。 カナーシー線は8番街からイーストリバーまでの14丁目の元を並走し、1番街駅、3番街駅、6番街駅、14丁目、ユニオンスクエア駅、8番街駅の駅がある。うち l 系統では終日運転が行われている。ありがとうございます。